おじさんとマシマロは、おトイレコマによる日本の漫画作品。略称は、おじましゅ。ウェブコミックとして、イラスト投稿サイト、ピクシーフに掲載された後、2015年11月からは、ピクシーフコミック内で運営されている、一人者とピクシーフの共同運営による、ウェブコミック配信サイト、コミックプールにて配信されている。二0十七年十月六日配信の2六話で、 完結、結婚した草加と若林の娘のマシロを主人公とした続編、おじさんと幼女とマシュマロを2018年3月16日より配信。中年サラリーマン、草加に思いを寄せる同僚の OL、若林は彼に接近するために彼の大好物であるマシュマロで彼の気を引こうとするが、その気持ちには気づいてもらえない。果たして、若林の思いは草加に届くのか 2015年6月にアニメ化が発表され、5分枠の短編テレビアニメとして2016年1月から3月まで放送された。放送前週に担当声優5人出演による放送直前スペシャルを放送。ネット配信では、第令話という扱いになる。第2話から第5話までと、第9話以降、番組の最後に実写コーナー、工場の先輩。 後輩の病スーパーマシュマロクッキングを放送。出演は、吉富敦子と古木望、ゲストに稲田徹。作詞、作曲、編曲はすべて主制。北村恵里と花沢香菜のおじマシュラジオのタイトルで2016年1月7日から3月24日まで、毎週木曜0時30分1時に、ラジオ関西の兄たまどとコム枠にて放送されていた。 1>, 1月11日から3月28日まで毎週月曜に同局公式 HP にてネット配信も行われた。出演は北村恵里と花沢香菜の両名。ありがとうございます。